さあやってきましたストーリーテラー。このゲーム結構気になってたんですよね。今回はこちらで遊んでいきます。これは自分で物語を紡ぐ本。この本の末巻には王冠があります。その王冠を手に入れることができるのは真に優れた作家のみです。各ページに書かれているのは題名のみ。あなたの手でこの本を面白い物語で埋めてください。この本を完成させ王冠をかぶるにふさわしい作家であることを証明しましょう。つまりは、ストーリーを自分で作って物語を描いていくっていう作品ですね。なかなかに面白いよね。まずは生と死第1章愛、死別、霊魂とありますね。 R をしたら止まる。あ、第2章に行く。あ、なるほどね。これいきなりさ第3章とか第4章とか難しいところにも止めるんだね。おっしゃ、じゃあ第1章からやっていきましょうか。あ、 OKOK、 いけるね。じゃあ愛からいきます。孤独だったが愛を見つけ幸せに死を迎えるアダム。この題名にふさわしい物語を作りましょうと。ではまず主人公はアダムなのでアダムを置きましょうか。で、孤独だったが愛を見つけたのでアダムとイブかな。いいね、裸で愛し合っていいね。で、幸せに死を迎えるアダムだからアダムはもうお墓の中にいる。あ、なるほど、こういう感じだ。面白い。これで完成っぽいね。こんな感じで物語を作っていくゲームみたいですね。これ次どうやるんだろう。あ、いけたわ。アダムと死別し昇進のまま死を迎えるイブ。あ、場面があるよ、場面が。愛か。まずアダムとイブが愛し合ってるから、まあ、この状態だよね。で、アダムと死別し昇進のまま死を迎えるイブ。死んだイブ、死んだのはイブだからイブこっちか。で、どうしたらいいんだろう。死別したからどうしたらいいのかな。あら？あれ、ちょっとなんか面白いことになっちゃった。違うんか。どうしようかな。あ、違う違う、間違えた間違えた。逆逆逆逆、アダムが死んだんだ先に。で、イブも後を追いかけて死んだんだ。ほら、こういうこと、こういうこと。なるほどね。わかったわかった。オッケーオッケーオッケー。恋人の幽霊との出会いだって。恋人の幽霊との出会い、あ、さっきなんか幽霊なってたな。まずは、ここでアダムとイブが、まあ、イチャイチャしてます。だが、しかし、それも長くは続きませんでしたと。イブが亡くなってしまいました。で、恋人と幽霊との出会い、愛でいいのかな。イブ死んでるから、うわぁ、イブが蘇った。なるほど、こういうことだ。すごい面白いね。いいね。あ、やった、第1章クリア。なんか今のチュートリアル臭かったよね。おっしゃおっしゃ、第2章もやっていこうぜ。あ、間違えちゃった。心の傷かな。癒される心の傷。癒されるってことは最初エドガーとレノアラが結婚しました。でもレノアラが亡くなってしまいました。でもまた新しい人を見つけることができましたと。男にしよう。男でハートついちゃった。男同士なの。追加条件誰も知らないだって。え、誰も知らないって何。誰も知らないってできるの。誰も知らずにってできるの。どうしたらいいんだろう。わかんないな。まあいっか、とりあえず次進もうか。奇跡による再会、復活があるね。ってことは一回死ななきゃいけないんだ。まずレノーラとイゾベル、あ、女同士で結婚しましたと。だがしかし不運にもレノーラが亡くなってしまいました。イゾベルは心に傷を負ってしまいました。だがしかしレノーラが復活しました。イゾベルとレノーラがまた再び会うことができましたと。なるほどね、いいですね。あ、面白い、このゲーム楽しいね。誰からも愛されないエドガー。誰からも愛されないってことはエドガー、エドガーどうしたらいいんだろう。
れ人入れたらさ愛しちゃうから人入れずにってことかな。例えば結婚させる、あれでも死っていうのがあるね。またレノーラ殺しといてバーナードがシュボンと、でむずくない？ちょっと待って、どういうこと？これなんか違和感あるよね。イゾベルとバーナードが結婚しました。でも、イゾベル死にました、バーナードシュボン、あれエドガーは待ってエドガーどうしよう誰からも愛されてないと思うけど、どうしたらいいの？待ってね、誰からも愛されないエドガーどうしたらいいの？どうしたらいいかな。レノーラとイゾベルが結婚しました。レノーラとイゾベルが結婚しちゃったから、エドガーさん、レノーラさんとうまくいかないね。どうしよう、どうしようかな。レノーラさん殺そうかレノーラさん殺してイゾベルさん悲しんじゃった。これでもエドガーとさイゾベルさんをさくっつけることはできるけど、そうはさせまいと、バーナードが現れたと。でエドガーはバーナードと結婚したかった。あら、またこいつか。そうか。でもバーナード死んでしまいましたと。シャボン、あ違う、待って、ここでさエドガーとイゾベルにしたらいいんじゃない？オッケー、こういうことだわ。いやー、なかなか難しいね。面白いけど難しい。よし、いいよ。配偶者と死別した二人が再び愛を見つける。死別した二人か。とりあえず配偶者を作らなきゃいけないから、エドガーとバーナードを結婚させて、で死ぬの？バーナード死にました、エドガー処分。あれでもフレームを全て使う必要がないんだ。どうしよう。死別した二人が再び愛を見つけるんだよね。じゃあ、あ違う、じゃなくて、まずここでエドガーが死ねばいいんじゃない？エドガーが死んだらバーナード喜んで、で2人は晴れて結婚。あ違う、どういうこと？違うな。配偶者と死別した2人ってことは、あ分かった。レノーラとイゾベルかが結婚したけど、こいつらも大切な人を失ってしまったわけだ。うん、こうなってしまった。なのでこの世界にいるこの二人を結婚させればいいのか。あ違う、あれ違う、あレノーラ。やったー、できたー。なかなかに面白いよこのゲーム。いいね、面白い。おっしゃ、第二章もクリアだ。すっげえ楽しいんすけど、そうね、あまりやりすぎるとネタバレになっちゃうからね。うん、ここから先はちょっとやらずに置いとこうかな。ぜひね、皆さんの手で遊んでもらいたいなーと思います。あーでも自分もちょっとやりたいなー、少しやりたい気もするなー。あ、最終章ここなんだ。13章で終わりか。これ全部やっちゃうとマジでネタバレになっちゃうからさ、ダメだな、ここまでにしとこう。おっしゃ、じゃあ今回はこの辺で終わりまーす。皆さんね、気に入ったらね、ぜひぜひこちらのゲーム購入して遊んでみてください。絶対面白いわ。これ続きめっちゃ気になるもん。やってみたい。ちょっと撮影外でやっとこう。